生体を調べるのを大体終わってきたら、と一回ハウスとかで、点滴根拠を話して、ハウスとかに話して、害虫被害が減るとかなどの、検証もしてみたいと思っているんですけど、今のところちょっと方法が思い浮かばないので、ちょっと保留中です。あとは害虫被害が減ることで、作物の需要が増えるなどがあると思います。